久米博の TV スクランブルは、1982年10月10日から1985年3月31日まで、日本テレビで放送された生放送の情報バラエティ番組で、久米博の冠番組。放送時間は毎週日曜20時20時54分。1983年、第15回テレビ大賞優秀番組賞受賞。1984年、 1> 第1回 ATP 賞最優秀賞受賞。番組は毎回春。他にはアシスタントに渡辺美波、ビデオコーナーには伊藤勝信やハリセンおじさんことチャンバラトリオの伊吹太郎らが出演した。横山康氏の出演は久米自身の強い希望であった。番組の生放送は日本テレビ北本館5階系スタジオで行われた。1980年より久米は オフィス21のスタッフ数名と新たな番組を立ち上げるべく模索しており、場所を変えながら毎週2から3時間スタッフを勉強会を重ねたという。最終的にその場所は作家の向田邦子が事故死を遂げた後、そのままになっていた終わりの住処である青山のマンションになった。そこで2年半企画を重ねた後、誕生したのが当番組だった。こうした構想2年半、 放送を2年半というクオリティで1984年の全日本テレビ番組制作者連盟による第1回 ATP 賞の最優秀賞を受賞。メインパーソナリティの久米も同時に個人賞を受賞した。久米と安スのやり取りや斬新な企画は人気を集めたが、生放送が故にトラブルも多かった。特に安スは生放送中にもかかわらず、 酒に酔った状態で出演して、暴言を吐いたほか、暴言が問題になった翌週には、今日は黙秘権と発言を一切拒否したり、また放送禁止用語も頻発するなどの問題行動を起こし、後日の選挙特番中、安氏が降板した後は毎回ゲストを呼ぶ形式となり、立川男子、清水国明、トンネルズのほか、政治家では、渡辺道を、森吉郎、 渡辺構造などが出演している。放送日に国政選挙が行われる日には、久米宏ロの TV 選挙スクランブルと題して、放送時間を拡大して放送した。この中で落選した候補者には、早々更新曲を流し、候補者の顔写真が落ちていくという演出を行い、今の選挙番組とは一線を画すものであった。通常番組の 各コーナーを選挙用にした VTR も放送された。番組で熱帯雨林現象の問題を取り上げた際、日本が問題に大きく関わっている内容であった。そのため、少し、この番組は放送ライブラリーで一本のみであるが主張できる。最終回冒頭エンディングに登場した増上寺の大本章組名は TB スクランブルを 未来のニュース番組につながるステップボードのような役割を果たしているとしており、1984年夏頃から当番組の企画会議と並行した始めた後のニュースステーションにつながるニュース番組の企画にも影響された。視聴率も安定していたが、オフィス21側の人気が衰えてから終了させたくないとの方針と、 クメの半年間の充電期間を理由に1985年3月をもって終了となり、あとは国、天才、たけしの元気が出るテレビが開始された。最終回では、南辛坊をゲストに迎え、今まで放送された各コーナーや未放送場面を放送。エンディングでは、東京都港区の増上時代本庄前で、テーマ曲の生演奏、そして空撮映像は、 広島県いつ島近辺の空撮を放送して締めくくった。クメノの半年の充電期間は実際には上記の企画が固まって N ステとして同年秋からの開始に向けた準備のための期間でありオフィス21も終了まで N ステの企画制作に関与することとなる。N ステ初期に放送されていた金曜版では本番組のカラーを引き継いだような コーナーも多く放送されていた。なお、久米は最終回の記憶がないと回想している。系列は放送当時のもの。ありがとうございます。